ジョージ・キャンベルの肖像画、ジョージ・ワシントン・キャンベルは、アメリカ合衆国の政治家。1769年、スコットランドのサザランド州、タング生まれ。1772年、両親に連れられて渡米へ。ノースカロライナ州へ移住し、法律の勉強をした。1794年、ニュージャージー大学を卒業すると、ノースカロライナ州から弁護士の認可を受け、テネシー州。 ノックスビルで弁護士業を開業した。1803年、キャンベルはテネシー州からアメリカ合衆国会議員に選出され、第8回、第9回、第10回のアメリカ合衆国議会で議席を獲得した。第10回アメリカ合衆国議会では会員歳入委員会の議長を務めた。1八百四年にはニューハンプシャー地方裁判所ハンジジョン・ピカリングの 弾劾裁判を運営する裁判員に任命され、また同年に連邦最高裁判所判事サミュエル・チェースに対する弾劾裁判の裁判員にも任命された。そしてその後ギャンベルは1809年に議会を離れ、テネシー州最高裁判所判事を1811年まで務めた。1811年10月、ギャンベルはジェンキンホワイトサイドに代わって、 テネシー州選出の上院議員となった。キャンベルは1814年2月にジェームズ・マディソン大統領から財務長官に指名されたことを機に上院議員を辞任し財務長官に就任した。キャンベルは同年10月まで財務長官を務め翌1815年10月に上院議員に復帰した。キャンベルは第15回アメリカ合衆国議会において 上院財政委員会の議長を務めた。その後キャンベルは1818 18年に上院議員を再び辞任し中ロシア大使に就任した。キャンベルは財務長官として米英戦争によって合衆国全土で発生した金融不安に直面した。連邦議会が1811年に第1合衆国銀行を廃止したが当時はまだそれに変わる。 大きな機関が存在していなかったため、キャンベルはアメリカ国民に国債の購入を求めなければならなかった。そしてキャンベルは戦争のための資金を緊急に調達するため、法外な利子で国債を販売することを強いられた。1814年9月にイギリス軍が首都ワシントン DC を陥落させると政府への信用はさらに低下し、資金調達はますます困難になった。 キャンベルは国債の追加発行により資金調達を図ったが、結果的にその思惑は失敗に終わった。その後キャンベルは体調を崩し、就任からわずか8が月足らずで辞職した。キャンベルは1818 18年から1821年まで中ロシア大使を務め、1831年にはフランス略奪請求委員会の委員を務めた。1848年、 キャンベルテネシー州、ナッシュビルで死去した。キャンベルの遺体は、ナッシュビル私立墓地に埋葬された。テネシー州キャンベル軍は、キャンベルにちなんで名付けられた地名である。ありがとうございます。